香ばしいソースの香りともちっとした麺の食感がたまらない焼きそば。手軽に作れて美味しく食べられますが、困ることはありませんか？ちょっと水分がベチャッとすることがある。麺をほぐすときに硬いなって。麺がほぐれないときとか、こうなかなかほぐれなくて、こうなんていうのかな、ポソポソって切れちゃったりとか、フライパンに麺がくっつく。うまくいかないこともある焼きそばですが、絶対に失敗しない焼きそばを美味しくする作り方があるんです。教えてくれるのはチルド焼きそば麺の製造大手東洋水産。はい、焼きそばを焼くなら任せてください。ポイントは少し待つことです。焼きそばを美味しくする作り方のポイントは少し待つこと。料理好きの佐々木海アナウンサーが作ってみました。いつも作っていた焼きそばよりも食感が際立つなっていう風に感じました。焼きそばを美味しくする作り方は少し待つ、一体どういうことでしょうか？この後教えてもらいます。夏こそ食べたい焼きそば、手軽に作れますが、麺がほぐれなかったり焦げたりうまくいかないことはありませんか？焼きそばを美味しくする作り方がありました。教えてくれるのはチルド焼きそば麺の製造大手東洋水産。ポイントは少し待つことです。少し待つとはどういうことでしょうか？料理好きの佐々木海アナウンサーが作ってみました。焼きそばってね、こうほぐれない時ってとことんほぐれないっていうのがね、悩みの一つなんですよね。まずはフライパンにお肉と野菜を入れて炒めます。炒めたらお肉と野菜は別皿に分けておきます。そしてフライパンに麺を入れたら、ここが少し待つポイント。麺をほぐすポイントは水をかけることです。ひと手間かければ簡単に麺がほぐせます。水を加えて少し待つことで麺が蒸されほぐれやすくなるんです。待つ時間は片面30秒ずつ。あ、待つんですね。もう水を入れたらすぐほぐしたくなっちゃうんですけど、ここで待つのがポイントなんですね。水を入れて少し待つと、菜箸を使ってほぐして、おおお、簡単にバラバラに、あれあっという間に、これすごくないですか？水がなくなったら火を弱めてソースを混ぜ合わせます。フライパンにお肉と野菜、残りのソースを入れて麺となじませたら、いや、美味しそうですね。完成です。美味しくする作り方で作った焼きそば、仕上がりは、あ、美味しい。麺がベチョってしてなくて、むしろちょっと焼き目も入ってカリッとしてるんですけど、しっかりほぐれてふわっとした食感がまず感じられました。はい、水を入れて少し待つときは水の量に気をつけてください。焼きそばの量が倍になっても水の量は倍ではない場合があるので、焼きそばの説明文を確認してみてください。